ビーチの皆さん、あのね、さっきも言いましたけど、あちら制服ちゃんと着てくれてて、女性3人もいるんですから、本当に、まあ、頑張っていただいて、ね、はい、2勝でございます、おめでとうございます。さあ、第9試合です。あと3試合ですか。第9試合まいりましょう。リーグ1位、あずみの株式会社。アズミルと、対するは三菱商事株式会社。さっきやってないですよ、初対戦ですよね、初対戦ですよね、初対戦ですよね、来ました三菱商事。月日なのか今日一緒にやってるのか分かんないんですけど、あ、メンバー変えてきましたね。さっきのあの野球部の方いないじゃないですか。野球部の方、怪我したんですか。大丈夫ですか。あ、いたいた、休んでるじゃないですか。さあ、アズミちょっと強いチーム来ましたよ。負けません、負けませんだってね、こっちはね、もう設備システムですから、もう設備システムのアズミで、ね、あの作業着で来てくれてますんで、はい、なんかね、あのダントツ強いですから。そういうことなんですよ、そういうことなんですよ、ね、お願いします、はい、まあ、ただしこの中通りでね、三菱商事は負けることができないでしょう。それでは参りましょう。
何でしたっけ、丸の内バンカーズ、何でしたっけ、丸の内セントラルバンカーズ、ね、ドイツ連邦銀行と韓国銀行の合同チームでございます、ね、インターナショナルワールドワイドリーですね。さあ対するは明治安田生命いきましょう。あ、参加します、参加しない、いや、もう握れないかな、握れない。さあ実質今日のこの丸の内エリア予選、これが、次の東京消防庁が危険ですので実質最後の試合となります。最終戦です。現在が1勝1敗ね、セントラルバンカーズ1勝1敗、そして明治安田生命聞くまでもない2連敗です、ね、さあ最後ちょっと勝って終わりましょう、ね、はい、さあそれではいいですか、はい、スーツで本気の綱引き、エリアナンバー目指して頑張るぞ、ね、あんまりこう声も出てるんですけど、まあ、楽しんでいただいて、さあ最終戦です。それではあとね、ちょっと気になる終わったチームがあんまりもう見てないというですね、応援してあげてください。最終戦です、皆さん最終戦です。両チームを応援してあげてください。さあ丸の内セントラルバンカーズ対明治安田生命、それでは参りましょう。1分間の真剣勝負です。ブルーマークの後ろをちょっと持ってください。このマークの後ろ、はい、ね、決勝明日16日は、大手町中通り、グランキューブ前で